動画、二宮和成の独立は、YouTube におわせがあったから規定路線で驚かない。嵐は継続でもエージェント契約に影響を及ぼす、芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会10月24日、嵐の二宮和成がファンクラブの会員サイト内で旧ジャニーズ事務所から、独立することを発表した。嵐としての活動は継続していくという。 これまでのジャニーズタレントたちとは違う珍しい形を選択したことについて、芸能取材の推も甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。芸能評論家ミスギブ以下ミスギンが独立を発表ということで、ジャニー北川氏の性加害問題でジャニーズ事務所が揺れる中、人気アイドルグループ嵐のメンバーの二宮さんが24日をもちまして事務所から独立し、 個人で活動していくとファンクラブ向けのサイトで公表したということで。芸能リカーベ多分、ジュリーさんは嵐はそれはないと思っていたんじゃないんでしょうかね。このスマイルアップにするしない、エージェント契約するしないみたいな時に、何人か主要なタレントさんは呼ばれて説明を受けたりしたわけですよね。その中にとい,いう風になってますけれども。 もうその話があって、みんなそのままエージェント契約で行くっていう風に多分思われていたと思うけれども、彼は本当に不安だったっていうところがあったんですけれども、いち早くあの中では結婚して子供ができて、みたいなところもあって、ちゃんと自分だけじゃあるからっていうところも考えての決断だったのかなって思うのと、後でも、いつになっても嵐がある以上、 僕は嵐ですっていうね。新しいパターンっていうところもあるので、個人事務所で独立はするけれども、嵐でそこのメンバーに入れるっていうところが良かったなっていう。芸能ジャーナリスト、佐々木博之以下佐々木、あと二宮さんって海外のハリウッドの映画とかも出てますんで、この問題って日本よりも海外の方が相当大きく捉えてるので、そういうのもね。 出演もなくなったりという形に相当不安なんですよね。タレント石岡舞、以下石岡、今 YouTube やってるじゃないですか私、YouTube すごい見てるんですけど、YouTube でも独立するのかなって思わせるような発言もしてたので、で何個も作れるのかな、とか、そういう発言もしてたので、もうその時からちょっと頭のどこかにあったのかなって思います。 見すぎ YouTube 見てた方とか、ファンの方は薄々石岡どうなのかな思ってた方もいるかもしれないです。見すぎこれは言葉通りして、今後も続いていくってのは、信じてもいいってことですか安倍もしこれがそうだとしたら、本当にこういうこと許されるんだっていうことで、他も続けっていう人がいるかもしれませんね。 二宮の選択が他のタレントにも影響を及ぼす